やっほお久しぶりです、お久しぶりです、お久しぶりです。ちょっと暇だったんでやりました。てかメイクをしたいっていう時間を使ってびっくりびっくり。あ、今度ルリナと会った時に会います、って買います、って買います。私今日で仕事納めだったんですよね。ユリナとコラボして以来する、まあ、すぐ終わるけどメイクして、ヨヨが仕事してるんですよ。どう思います？褒めてください。え、自分一人で配信するの、そう、ちょっと緊張する、緊張してる。偉いよね、わかる、偉いよね、みんな仕事してて偉い。続きそうなんですよ。なんか今日なんかあの元々いた人になんか姪っ子と働いとるみたいって言われためっちゃ楽しかった。続けれそう、めっちゃ楽しい、めっちゃ楽しい。そう、なんか最初ちょっと、はあ、無理かもしれんって思ってたけど、最近はなんか叫んどる叫びながら、でもちょっと笑いながら働いてる。いいね、いいよね。そう、ご報告です。まだ1ヶ月ちょっと半とかなんですけど楽しい。そうてかき急になりすぎて、さっきユリナと LINE しよった。てかメイクしたいよね、いい仕事。え、そう、マジで今日が一番ちょっと笑ったかもしれん。最近なんか優がおったら仕事にならんって言われた。なんか教えてくれる人だったんですけど、一緒に今日やったのがなんか優、なんかヒルサンデーいたら本当に仕事にならないんだけどみたいな言われてえみたいな、なんかもう笑い楽しいんですよね。ちょっとびっくりしたもん、自分も。なんか喋りすぎていうか落ち着きがなさすぎて、なんか焦りすぎてみたいなって感じ。ね、いやもうね、え、でもいやマジで最初ね、もうほんまに喋らんくて、ほんとに毎日自分絶対もうこれ無理や、絶対無理、はぁ、無理、やめよう、でも2年は続けよう、2年続けてやめようって思ったんですよ。
たら、え、待って続けられそうと思って、そう、全然突然、え、突然というかね、なんかもう笑ってる、なんかすごいおとなしそうなタイプなのに見た目とは違うねみたいな言われた、見た目はおとなしそうなのにみたいな、なんか常に慌ててるね言われました。そう、いいでしょ、いいでしょ、てかギフトありがとうございます、ハートとか可愛い、ありがとう、あー、違う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 、髪色似合う、ほんと？え、でも自分これ黒染めしたんですよ、なんか茶色にしたんで、なんか黒髪、絶対黒髪のままでおるって言ったんだけど、茶色にちょっと血迷ってしたんですけど、でもなんか、あ、待って、自分って茶髪似合わんのやってなってあの黒にして、で色落ちしたみたいな感じで、ね、今黒い服着とる系あれな気がする、なんか黒く見えるみたいな、うん、あ、ちゃ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 、茶色く見えるみたいな、ありがとう、ペンライト安部さん、ありがとう、なんかさ、血迷って、自分でも今血迷って、今パーマかけようかなって思っとるんだけど、血迷いすぎとるよね、さすがに。リリホーさん、ありがとう、かわいい、絶対血迷っとるよねでそう、瞑想期なんですよ今、そう、え、しかもね、めっちゃ髪の毛伸びたん、ほら、あ、茶色茶色、ストポンさん、ラブレターありがとう、え、パーマ、そう、自分パーマめっちゃかけたいんだけど、え、違う、なんパーマってでもあれですよ、なんかあの、なんか学校の先生とかがさ、ゆるく巻いとる、なんか巻き髪みたいな、で毎日巻き髪しないでいいよみたいなやつ感じのパーマを、やばい、前髪つくしたい、つりけんさんありがとう、ストポンさんありがとう、そう、あ、あ、なんでもチャレンジ、そう、結局、あ、でもね、一回めっちゃ髪の毛を短く切ったんですよね、やよそうで、ありがとう、ツッポンさん、リュウイチさん、え、そう、自分髪巻くの好きなんで、今から髪の毛を、え、違う、そうそう、髪の毛とか巻いたりとかメイクをする時間でちょっと配信しようかな、仕事も終わって落ち着いたし、1ヶ月やって慣れたしみたいな感じで配信しようと思って配信してる千代さん、ありがとう、安部さん、ハートありがとう、いやよ、短いの、いや、もう短くしたいんだけどね、なんかもう100人に聞いたら99人は似合わないって言うんですよね、トイさん、めっちゃかわいい、ありがとう、セブさん、ハートありがとう、マカロニの娘、ミートさん、みんな懐かしい、ありがとう、うわ、絶対でも誰かわかる、愚痴りたいとき配信していい、え、逆に自分みんなの愚痴を全員聞いてあげて、全員のことを親が相談返してあげて幸せにしてあげたいぐらいには、今マジでハッピーな時期だと思う、分からんけどキワちゃん、かわいい、ありがとう、アルマさん、ハッタ、ありがとう、いや、もう愚痴聞かせてくれ、短くしても可愛い、本当羨ましい、え、でしょ、全員自分の職場来ればいいと思うほんまにほんまに、え、でもなんか前、え、そうそう、なんか辞めてから、特急に配信してるんですけど、辞めてから、あの、なんだっけ、え、そう、ん、辞めてから自分バイトしてたんですよ、1年ぐらい、ちょっとまあ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 、あの、まあ休もうかなと思って、で1年ぐらいバイトしてて、でなんかちょっとおしゃれなカフェとカープでやってたんですけど、その時より休みがあるんですよ、
なんか前バイトしてる時はもうほぼ毎日バイト入れてたみたいな、月3回休みやったらいいみたいな感じなぐらいめっちゃ詰め詰めに入れてたんですよね。だから暇なの嫌いだから。じゃけどそう今は週休2日なんです。もう素敵な世界線じゃないですか、リッチさん。ありがとう。そうなんかでもその休みの日があるから逆に何していいかわからんみたいなところある。え、超ホワイトじゃない？え、わからん、あの世の中のさあれは知らんのんじゃけどさ、例はね、世の中どんぐらいみんなが休みあるとかわからんけど。あやさんいいね、ありがとう。土日は土日じゃないんよね。でもそう土日で休みだったらもっといい世界線だと思う。あ、メリクリ、キチさんありがとう。いや、メリークリスマスの日さ何してたと思います？メリークリスマスの日もう自分一生ネタにして生きていこうと思ってる。いや、分からん、ネタにしたら分からんけど、よくないか。よい私よ。え、メリークリスマスの日やよね。サイゼリアでご飯食べた友達と仕事終わって仕事終わってなんか本当はおしゃれなところとかでさご飯食べたいじゃん。けどさどうしてもなんかさサイゼリアに行きたくてさ、サイゼリア行ってで台湾に帰った、いいねいいね、でサイゼリア行ってでその後になんかなんかホットココア飲みたくてなんかなんだっけ、あの映画館あるじゃないですか、映画館のホットココアとポップコーンだけ買って帰るっていう、なんかあのさトレイみたいなのもらうんですよ映画館って。で渡されて、あ、いらないですそれみたいな、大丈夫ですって言って持って帰ったらなんかえみたいな、何この人たちみたいな顔された。映画館でドリンクとポップコーンだけ買って帰るっていう、なんかもうテイクアウトして車で飲もうみたいな感じで。まあどこかは言わないですよ、どこかはさすがに言わないですよ。みやちゃん花火ありがとう。そう映画館で、えってか、そうそうそう、最近イルカココアにハマってて、あ、めっちゃ関係ない話するんですけど、あ、電話さん、いいね、ありがとう。でミルクココアにハマってるんですよね。でミルクココアにハマってるんですけど、なんかそのローソンのミルクココアって絶対美味しいやんと思って自分買いに行ったんですよね。たらなんかまさかのあのミルクココアを店員さんが作ってくれたんですよ。ああいうのって自分で作るじゃないですか、けど店員さんが作ってくれて、あ、田舎の音が、で店員さんが作ってくれたんですよね。だからなんていい店員さんなんだろうって自分は思ってたんですけど、たらなんかなんか帰って飲んでみたら味しないみたいな、なんかえ味しないみたいな、味がしないんですよ、ミルクの味みたいな、あ、8割ミルクかみたいな感じ、なんかなんでこんなミルク強いんやろみたいな感じって思って、なんか全然ローソンの美味しくなかったわとか言ってたんですよね、家でお姉ちゃんに。でしたら蓋開けたら飲み終わってあのココアの塊が下に置いてあって、自分が混ぜてないけミルクの味しかせんかった。でもさ、やばくないの、自分衝撃だったもん。ローソンのココアって絶対買わない方がいいよみたいなぐらいね、もう本当にローソンのココアって本当に美味しくなかったとか言ってたんですけど、全然美味しかった、絶対美味しかった、自分のあれがマジで悪かった、ローソンごめんと思いながらほんまにびっくりした。マカロニのすみたさんありがとうっていう、なんか意味わからない話をしておりますスポンさんありがとう。そう、ただのねホットミルクを飲んだっていう衝撃話みたいな。よいお年をありがとう。やばい、15分も経ってしまった。自分15分以内に絶対に終わらせてやろうっていう決意で、てか髪の毛痛みすぎてやばいかもしれん。
ツイッター一瞬だけ始めてません。始めてません。じゃあまあ、ただのなんかおしゃべりのやついるなぐらいの配信だと思って見てください。てかもはや配信じゃないと思って見てほしい。なんて言うんじゃろ、なんかそこら辺にいたなんか少女がめっちゃ喋りかけてくる怖いみたいな感じで思ってください。まかちゃん花火ありがとう。今もスチューデンツロス中さん良いお年を。ありがとう、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。なんか喋ってるなぐらいで思ってください。深い意味もなければないので、ないんです、ないんですよね。ただ普通になんか暇やなと思って、なんか最近暇なんですよね自分。めちゃくありがとう。なんか暇なんですよね。で最近ちょっとギリギリで生きてるんで、なんか充電がね、なんか充電器2個あるんですけど、部屋にね、どっちも壊して、壊したんじゃないんですけどね、なんか壊れたんですよ勝手に。で壊れたからなんか毎日 50% 以下の 50% 以下で生きてるみたいな感じ。てか毎日 50% 以下で生きとる。なんか誰かに充電一瞬借りて頑張って 50% にするけどみたいな。暇なら焼肉行こう。連れてって連れてって、じゃあ出てください。お願いします。よいお年を。やりたいこといっぱい叶えてね。やりたいことね、やりたいことでもね、ちょっとやりたいことというかね、なんかまあできたらいいなみたいなぐらいなのはある。レイスさん天丼ありがとう。モバイルバッテリーがね、なんか恥ずかしいモバイルバッテリーしかないんですよね。そうじゃけんあれやわ、恥ずかしい使うのがみたいな。じゃあめっちゃ恥ずかしいんですよ。どんなって気になると思うけどさ、なんか本当になんかわざとこれを買ったとかじゃなく、違うんですよね。なんかねコンビニで焦って充電器を買ったんですよ。なんかもうなんか丸見えみたいな、ちょっと恥ずかしくないですかこれ使ってるの。分からん、嫌だっけ分からんけど見えよ、ちょっと恥ずかしいみたいなところではある。いや恥ずかしくないかもしれない、ごめん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 、使ってる人。そうなんかさ、しかもそうこれも 50% ぐらいしか充電できないんですよね、急遽買ったら。もうね正直なんかもはや充電した気分になれとるぐらいな感じ。そう私の最近は 50% だからね、ギリギリでいつも生きてる。なんかさハゲてるよね、なんかハゲてるくない、持ってけばいいかな。えいよって言ってくれそう。てか名前出していいかな、ちょもう名前出してよさそうではあるけど、わからん、聞いてみてからの方がいいかもしれん。そう全然なんか出て出てとかやったらいいよって言ってくれると思う。めっちゃ似でも最近似てないかな、最近は似てない気がする。最近萌えはねどこで会ったっけ、どっかで会った、夏ぐらいかな、夏に会いました。夏に会って何したっけさっき、でもねその時ねめっちゃ茶髪だったんですよ。だからねなんか写真見せたくないみたいなところある。なんか見せたくないみたいな。
え、そう、最近ちょっと好きなねインフルエンサーというかインスタグラマーじゃないんだけど、もともとアイドルやってたけど今はやめちゃってインスタグラマーになった子がいるんですけど、その子がねハーフアップに巻き髪のリボンをしてたんですよね。もうほんまに可愛くって、やめる。え、見たよ。つりけんさん可愛い、ありがとう。そう、ほんまに可愛くってちょっとパクってみたみたいな。りさんありがとう。え、待って、自分さ、なんか何を話、なんかさ話せないことが多すぎてさ、何を話そうみたいな、なんか話したいよねみたいな、なんか気にな、なんかでも気になることってないですよね、そんないつの話みたいな話ではある。やすりさん可愛い、ありがとう。ストッポンさんもコロマーシさんもありがとう。名前が謎がぜ泣けてくる。あ、可愛い、いい感じ。ダーラさん結婚していいよ。まつげをバチバチにあげます。今日さ、お店開いとんかなと思いつつさ、ご飯食べ行こうって言ってるんですよね。サラピだったよ、いやよ、この前。てかサラピは割とさ合うかも。デイさん結婚して、ありがとう。危ない危ない。今日開いとんかな、なんかさ今日で閉め、あ、今日で閉めますよ。違う、28で閉めますってとこ多くないですか、ご飯屋さん。だからもう空いてないかなと思って。ご飯誘いたい。え、誘って、誘って。サラピとドリミネーション行った。なんかね、広島に美北のイルミネーションっていうのがあるんですけど、美北公園かなんかのイルミネーションがあって、でそこ行きたいって言ってたんですよね、サラピが。じゃけ、まあ、いやいや免許持ってるんで行くってなったんですけど、なんかどうするってなって、結局あっこ行った、あのなんだっけ、本通りのドリミネーションみたいなやつにした。結局ね、行こう、行きたいねで終わった。え、なんかね、サラピー通ったらね、なんかもう時間過ぎるのが早すぎて、え、なんか一緒喋る、え、とか一緒喋ってるんですよ。だからなんか喋りすぎて、あれもうこんな時間みたいな。乗る、いくなおさん、ハートありがとう。てかやばい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 、全然間に合うけど、いや15分で終わろうとか思ってたね。なんかちょっと調子乗ってちょっと30分ぐらいやってるみたいなところではあります。じゃあちょっとここで引こう。あっ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 、ダメ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 、頑張れ頑張れ、いける。え、うまいんじゃないのでは委員会みたいなところではある。なんか最近、最近って言っても本当に1週間前ぐらい、なんかマイナス思考期みたいなのがあったんですよ。なんか全てにおいてマイナスみたいな3日間だけどね、あったんです。だから、あ、自分もうダメだと思って、なんでこんなにマイナスで考えているんだろうって思ってたんですけど、あのここ3日間ぐらいでなんかポジティブ期になった。自分多分今人生の中で、あのリアが一番ポジティブだと思う。あ、人類の中で間違えた間違えた。5億年ぶり、5億年ぶり、やばいやばいやばい、前髪切りすぎた、間違えた間違えた、巻きすぎた。え、自分本当に今スーパーポジティブ、自分のこと今スーパーポジティブって呼んでます。え、そう、今はねマジでポジティブなの、ずっと。多分自分人類の中で絶対ポジティブだと思う。ネイルしないです。あ、今日しようか悩んだんだけどね、やめた。まあ、いやいや、ネイルそんな興味ないしなみたいな。え、なんかさ、なんかおかしくない？ダメ、やばい、マイナス思考、ダメ。
生きてたんやなって、めっちゃ生きてたよ、全力で生きてた、逆にもはや。え、でも本当にこの1年間ぐらいでね、なんかいろんなことがありすぎてね、どっから話していいかわからんぐらい、どっから話していいって感じなんですけど、でも なんかでも聞きたいことあるとか、なんかこの上から目線の言い方すごい嫌ですよね。やばい、嫌だ。ダダさん可愛いな。楽しそうで、よかったよかった。いやもう、てか全員カップ来ればいいのにとか思いながらね、やば、少し取ったよ。めっちゃ可愛い、ありがとう。けどあれしてたからね、あ、でも言ってね、あのなんかワゴンみたいなやつで働いてたんですよね。たけさん可愛い、ありがとう。バス停に重要な写真ね、それね、職場の人に突っ込まれました。なんかバス停いたら中広さんいたんですけどって言われました。多分ちょっと煽られてます、やめてくださいよって言った。カープ行っとったよって。え、絶対自分さ、多分会っとると思うよね、カープ行っとる人だと。いや、ま、もう毎試合いた。ワゴン、そう、ワゴンの販売してました。いらっしゃいませって。いいのではいいんかい。アルマサトリアさん、ありがとう。花火、いや売り子はしてないね。あとね、めちゃめちゃおしゃれなねカフェで働いてたんですよ。いや、もう雰囲気に飲まれるところだった。もうね、おしゃれすぎてね、なんか自分がおしゃれだと錯覚できるぐらいにおしゃれだった。今行ったらおらんけど、いや、もうやめちゃったから。ちょっとギャルかな、メイクが濃いかなとかも。そこはなんで、あのね、就職しようと思って全部やめたんですよね。やめようと思って。あ、なんかね、今まで全部接客業バイトしてました。全部ね、人とね、いらっしゃいませでした。なんかね、いらっしゃいませじゃなかったんですよね、そこのなんかカフェみたいなところが。こんばんは、こんにちはっていう本当におしゃれなところで、おしゃれなところなんですよ。本当におしゃれだったと思う。いいのでは委員会です。今一人暮らししてません、実家です。MJ さん花火、リーチさん星ありがとう。ごきげんようは言うね、言わんね。シロさん、良いお年、ありがとう。やばい、自分多分めっちゃ長いかもしれん、めっちゃやっとるわ。まあ、いっか。どうする、これで実は外に出る用事なんかなかったみたいな、めっちゃ寂しい話だったら。ゲゲゲゲ、元気だよ、久しぶり。あ、間違えて全然大丈夫。今ね、仕事終わったけ帰りよるみたいな感じだけど、その帰りの待つ時間で配信しようと思って、でユリアの誘ったんですよ、なんか暇だったらコラボしてやみたいな。なんかそれはむしられた。サラピニア用紙はみんなサラピ、うん。ねえ、それ半袖ね。え、てかさ、見て、可愛くない？あ、髪だけ。服はさ、ちょっとこじこじっとるけ可愛くないけど、あの真ん中のさ、下にあるかも。いいよいいよ、真ん中の下にいっぱい服ある。まあまあ寒いやろ、まあいいやろ。
寒さ我慢できるぐらいのあれじゃない？あ、妹です。妹です。ごめんなさい、妹です。20% しかないんだけど、どうしよう。なんかあれよ、充電器を買ったんですよ本当はね。だからさ、充電器買って、なんだっけなんだっけ、あ、そう、あのネットで買ったから29日に発送なんですよね。え、それってさ届くんかなみたいな、なんか届かんとかありそうじゃない普通に。じゃっけ届かんそうじゃない普通に。ん普通に届かんそう。え、絶対届かんよね。え、届かんよね。年内厳しいよね。ただ年内さ、充電、いつも充電が最悪な女になってしまう。え、充電器欲しい、早く届いてほしい。と恥ずかしいこっていうのも。てか最近ゲーセンにハマってるんです私。てか広島のねゲームセンター行ったら絶対やいおると思うぐらいゲーセンハマった。もうプロなんです。私もうプロだと思う。自分にとって欲しいものあるならいいなって言えるぐらいにはプロなんですよね本当に。いや、めっちゃうまいよ。撮ってほしいものあったらいいなみんなってぐらいうまい。え、ガチャガチャはもうねしてないんだけど、なんか代わりに逆にあれをしとるみたいな感じ。あのゲーセンにハマりすぎてるみたいな。やばい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 。え、でっかいぬいぐるみ全然撮ってあげる。え、全然撮ってほしいって絶対撮ってあげる。え、もう自分、え、だってさ、見る見る見る。でもほとんどねちょっとお菓子ばっかりなんやけどね。これをね、え、何見せよう。ちなみにね、え、これも撮ったんわらみたいな感じなのね。モンスター、あ、やばいやばい。モンスターも撮ったし、なんかこのチョコレートも撮ったし、あとスヌーピーのぬいぐるみとか。ちょっとお菓子ばっかりなんだけどね。ちょっとお菓子ばっかりなんですけど。あ、最近ハマ、でもさ、なんか著作権的にさ、ちょっと見せていいものなのかわからんよね。恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい。え、ほんまにプロだと思う自分。なんか日に日に上手くなっていってるんですよね、行き過ぎて。え、もうね、全部お菓子やんって言わんでね。これも取ったんや。で、これも2つぐらい取って、ヤンヤンつけ棒とかも取ってなんかいっぱい取った。てか、なんかいっぱい取りすぎてもはやお菓子いらんみたいなところではある。痛い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 痛くない、痛くない痛くない。え、本当にそれで自分生活できるのではと思っとる普通になんかちょくちょくさ、日本語がおかしいのはなんか私の今ハマってる言葉がおかしいからってことで。すぐしてください。普通に買った方が、それはそう、安いと思う多分だけど。やばいやばい、自分今何分やってると思う？ちょっと30分でやめるわ。いや、でも暇なんですよね。暇なんですよね。ゲーセンのプロや、そうなんや。今グエセンのプロやってます。あれ、30分以上してる、やばい。なんかさ、喋りすぎてさ、しとる感覚がゼロなんですよね今。俺も暇、ね、いやもう暇、マリカしとる、してない急に、え、してない。いやもう充電スロスさん、ありがとう天童。また配信するね。じゃあ毎日やったら絶対、え、しつこ、さすがにしつこってなるって。最後に、じゃあやの最近ハマってるこれでもつけとこうかな。おぱんちゅうさぎ。
可愛くない？岩ちゃん可愛い、可愛いよね。わかる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 、可愛いよね。自分実はおパンチウサギのオタクしてて、この回しさ可愛い、ありがとうですよ。実はあのオタクをしてるんですけど、じゃあちょっとグッズ紹介だけして終わろう自分しつこどうしても切りたくないやつみたいな、それでしょ。かわいい。次はこれ、表情が違うんですよ。かわいい。あ、次これ表情が違う。かわいい、かわいい。あ、これも違う。かわいい。あ、しかもこれおパンツ脱がせます。かわいい、かわいい。おパンツが脱がせる。かわいい。そしてこれ、かわいい。手のひらサイズ。かわいい。そしてこれ肩になる。自分スタンプも持ってます。可愛いでしょ。可愛い。靴下も持ってます。可愛いでしょ。え、おパンツ脱がせるんですよ全部これ。ほら可愛い、可愛い。これ全部ゲーセンで撮りました。可愛い。高田さん可愛い、可愛い。確かに可愛い、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 可愛いよ。え、可愛い、可愛いよね。おパンチューってなる。でもなんかね、ゲーセンでおパンチ取ってめっちゃテンション上がってて、本撮りとかでね、こうやっておパンチ抱えながらさ、え、おパンチ本当に可愛い、おパンチ可愛い、おパンチウサギって言うんですよねこの子。おパンチウサギって言うんですけど、可愛い、おパンチ可愛い、おパンチ可愛いって言ってたんですよ。でもさ、裸から見たらさ、自分さ、やばくない？なんか おパンツ可愛いみたいな言ってるみたいな、やばい女認定みたいな。街中歩く人にチラチラ見られるっていう、本当に可愛い、おパンチ取れてよかった、おパンチ可愛いみたいなずっと言ってたんですけどえ、さすがにやばくないみたいな。あ、待って待って、靴下ある、靴下ある。でもちょっとこれヤヤが脱いだ靴下じゃけ、ちょっとあんまり見せたくないけどさ、おパンチ可愛い違う、この人のね描く絵がめっちゃ好きなんですよ。だから可愛いっていうだけ。よし、で何の話だったっけみたいな感じなんですけど、ありがとうございました。メイクも無事に終わりましたので、服変えたら、服変えたら100点みたいな。キッチンさん、用私を、え、わかる、漫画めっちゃ好き。え、なんか映像があるんですけど、本当に映像も、自分将来もしね亡くなった時にね、お葬式やるじゃないですか。自分はお葬式におパンチのぬいぐるみを全部詰めてほしいのと、おパンチの BGM を流してほしいって親に言ったら、本当に恥ずかしいからやめてって言われました。その思考回路って言われました。おやすみグループさん、花火ありがとうその思考回路が恥ずかしいからやめてみたいな言われました。いや、好み絶対、いや変わらんよ、いや絶対変わらんよ、いや絶対ずっと好きで折れる自信がある。だってこんなに好きだもん。かわいい。自分一生出てくるのではないでしょうかってぐらい持っとるよ。あ、携帯の裏にも馳せとるし、もう絶対自分はおパンチ、おパパ、うちゅうちゅうさぎの曲を流す。あ、親に言ってどうすんのって、間違いないかもそれ。間違いないわ。え、それな、え、それな、間違えた。あ、ということでありがとうございました何これ、何の配信てか何てか何じゃない、てか何よね。まあ、いっか、喋りたかっただけだし。いや絶対、いや、こういう話をしたくて配信しようと思ったわけじゃないんですよ。え、でも別になんかそういうなんか絶対何か話したいことがあるみたいなことで配信したわけじゃないし、なんか私今からインフルエンサーになりますみたいな感じのあれでもないし、ただなんか、うん、今みたいな感じ
よかった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 。いつまでお休み？でもね、そんなお休みないんですよね。だからでもね、暇な日が多いかも。普通に楽しかった、ありがとうありがとうありがとう。そうや、の待ち合わせの穴埋めになってくれてありがとうよ。ありがとうございました、ありがとうございました。死ぬほど元気だと思う多分。死ぬほど元気です。心の絵さん、かわいい、ありがとう。かわいいじゃなかった、間違えた変換しとった勝手に。ありがとうありがとうありがとうございました、本当にありがとうございました。なんか何またいつか。そうよね、平均さんありがとうありがとう、マカロニのすみさん尊いありがとう。あ、そうでもね、多分ね、ユリナと会った時にするとは思うんよね。分からんけど多分すると思うんで、まあ良いお年を良いお年、ありがとうありがとうございました、ありがとう、バイ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 。